ございます。ベトナムニュースチャンネルホストの小森優也です。アシスタントの三上奈美です。今日もベトナムをもっと身近にをテーマに、経済から生活情報まで急成長中のベトナムの今に迫ります。今日も綺麗な洋服ですね。ありがとうございます。こちらも近所のビンタンクで買いました。すごいね、洋服たくさん持っててそう、ベトナムはすごい安くって可愛い形の、変わった形のものとかが多いので、ついつい買っちゃうんですね、はいはい、いいですね。あと季節が変わらないので、だいたい夏服じゃないですか。日本だと秋服とか冬服とか、やっぱ布が多くなればなるほど値段が上がるんですけど、そういうことね。夏服そんな高くないのでそもそもが、なるほどね、はい、おしゃれさん、そういう意味だと楽しめるんだ重ね着できないけど、はい、たくさん買えるって意味で楽しめる国なんだ。そうですね。はい、では早速いきましょう。ウィークリーベトナム。ベトナムの若者がスタートアップに興味があるという調査結果が出た。2年未満の実務経験を持つ新卒者のうち、約 75% の卒業生が起業もしくはスタートアップに関心があると答えた。すごいですね、この割合が。すごいですね。ほぼ全員がスタートアップもしくは起業に興味があるっていう結果ですね、うん、私がもしベトナムで生まれ育ったら今何の仕事したいんだろうってふと考えます。そういうことですよね。なんかベトナム人の若者に話聞くと、ベトナムだと起業するか貧乏になるかのどっちかだってことを言ってるのよ、うんうんうん、スタートアップもないしは起業、自分たちでビジネスやらなかったら貧乏になるしかないっていう、うんうんうん、昨日ね、あの靴を修理したんですよ。靴、はいはい、革靴修理してもらったんだけど、してるレンタン市場の近くのさ、レタントンのとこにさ、この靴路上で修理してる人たちいるじゃん、はい、で1時間ぐらい座って彼らの仕事眺めてたのね、はい、何してんのかなみたいな。そしたらね、5分おきにね、お客さんが来るの。すごいですね、人気店。人気店で、あの路上で修理してて、さらにその奥に行くとね、なんかね、駐車場の駐輪場の一角をね、この靴の修理場にしてね、うん、もうそこにね、何百足って、ね、入ってくるんだよ。へ、5分に1足で、1足の修理代がだいたい20万ドンくらいはね、うん、直す人もじゃあたくさんいるってことなんですか。8人いた ね。その親方が1人いて、あと20代の若者がずらっと下についてて、なるほど。だから1時間の売り上げが1万2000円だとしたら、日照10万円いくよね。すごいです ね。ボロ儲け。1ヶ月300万円の売り上げですみたいなというように、ベトナム人は起業家精神が。ベトナムの大手石油小売業者が複数のパートナーを募集。 PV オイルが 44.72% の株式の買い手を探している。うん、あの、まあ、ガソリンスタンドとかやってる PV オイルっていう会社なんですけど、うん、今年 IPO して株式公開して、うん、でもちょっと売り出したんですけど、プラスで売り出しますよって言って、また資金調達しようとしてるのね。でもすごいっすよね、うん、あの結構上から目線で買ってくださいなのに、一社だけにはあげませんよ、たくさんの人に、もうみんなで持ってねっていう、そういうね、強気な、そう、お金もちょうだい、そしてあの知恵もちょうだいっていうお話ですね、うん、はい、これあの 外国資本が、この石油業界って外国資本が50% 以上持てない、うん、49% の外資キャップっていうのがあって、うん、そこまでしか売れない、まあ、つまりどうあがいたって自分たちがキャスティングボードを取れるわけよ、うん、ピーブオイルが。だから、まあ、こういう強気な交渉ですよね。なるほど。中国による輸入と投資の拡大を希望するとベトナム外務省副大臣が証言。毎回中国の話題が出てきますねまあやはりお隣同士、何かとお隣同士喧嘩する時もあれば仲良くする時もあるという、うん、まあ、でもベトナムはその中国に対してだけじゃないですよね。日本に対してもこういうふうに、うん、あのたくさん投資してください、たくさん輸入してください、うん、でその代わり、ベトナムとしてはこういうオファーがありますっていうことを言ってるんで、お互いに大人の関係なんで一方的な要求っていうのはないはずなんで、その何かする代わりに何かしてあげますよっていうギブアンドテイクあるんで、うん、じゃあベトナム側から何ギブするのっていうのを探っていくと面白いですよね、はい。イタリアのファストファッションブランドがベトナム上陸。ヨーロッパで人気のファッションブランドオベッセがホーチミンに1号店をオープン。あ、これオベッセっていうんだ。私も知らなかった。お恥ずかしながらあのファンビッチャンとかで洋服買ってるんではい、はい、ファストファッションってね、あのベトナム結構苦戦してるんだよね、うん、ザラとか H&M も
ローカルの人にお話を聞くと評判がねあんまりよろしくない。使った人はあの質が悪いって言いますね。ああなるほど、ね、質がそこそこじゃなくて質が悪いって断言してますね。やっぱあのベトナムって縫製の国なんで、うん、まともなクオリティの洋服がリーズナブルな値段で売ってるんだよね。はい、ね、でクオリティ悪くないですからね、うん、どうなるんでしょう。サイゴン大聖堂の修復が2023年まで延期、予定より3年延びる見込みと管理委員会が証言。すごいですね、はい、3年も延びるんですね。なんかあの私一度中入ったことあるんですけど、はい、その時もそんなにあの奥までは行けなかったんですけど、なんか去年友人が来た時にまた案内しようとしたらもうそのもっと手前で入れなくなっていて。なるほどなるほど。でそれでなんかサイドもなんか囲われてちょっとなんだろう、あんまり工事中ってかっこよくないじゃないですか、はい、そうですね、だからいつ治るんだろうなと思ってたら、うんうん、そんなに伸びるんですね。ね、そんな伸びるんですね。ホーチミンはあの観光するところ少ないからね、頑張ってほしいですね。バンドン経済区を映画制作の中心地に、同経済区でエコツーリズムやファッション産業、小売業を開発するほか、映画祭を毎年開催し映画制作センターを設ける計画。バンドンっていう地名もよく出てきますね、うんうん、あの日本語のニュースあんまり出てこないんですけど、トナム語のニュース読んでるとしょっちゅう出てきますね。具体的にはどのあたりになるんですか。ハロン湾の近く。あ、なるほど、うん、ハノイからも近いし観光地のハロン湾にも近い。国を挙げて開発しようとしてるんだよね。でこれってあの東南アジアでよくやられてるモデルなんだけど、その首都の近くもしくは大都市の近くに、うん、計画的に新しい新都市を作るっていうプロジェクトですね。でそれがまた映画村的な映画村映画村はねそのね一部だと思うんですけど、はい、今週かな先週かな、あのベトジェットがバンドン、ホーチミンバンドン直行便飛ばすって出たじゃないですか、はいはい、そういうので人を集めて、でとにかく新しく開発しましょうっていう感じだよね、うん、映画村の件についてもあの触れておくと、はい、日本はあの映画がっつり撮るところあるじゃん、はい、で東南アジアでいうとね、撮るとこって、ね、タイしかないのよ映画撮るとこって。なるほど。映画のでかいスタジオがあってここだったら何でも撮れますよってなって、うん、タイはハリウッドの下請けになってるの。ハリウッド映画をタイのバンコクで撮ってるみたいな。でそうやってエンターテインメント系 の, あのレベルの高い人たちが集まってるね、うんうん、でそれをね真似しようとしてるんだと。だからその映画村っていうのはあの東南アジアでまだまだこう競争が少なくてあの戦える市場なんで、まあ、それ狙いにいってるんだと思います、ね、はい、以上ウィークリーベトナムでした。ご質問などありましたら YouTube、Facebook のコメント欄にてお聞かせください。続いてのコーナー、教えてもっと深くベトナム。気になるベトナムの話題について専門家が解説。背景や意味合いを知ることでニュースがより立体的に見えてきます。はい、今週のテーマはベトナムの小売業についてです。ベトナム事情に詳しい HR ナビのフックさん、ドリームインキュベーターの宮内さんにお話を伺ってきました。どうぞご覧ください。教えてもっと深くベトナム、今日はベトナムのモダントレードについて HR ナビのフックさん、ドリームインキュベーターの宮内さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。モダントレード、コンビニとかスーパーとか現代小売店ですね、だんだん増えてきましたよね。これからどうなりますかね、ベトナムのモダントレード。多分普及する余地がたくさんあるじゃないですか、はい、スーパーは確か過去4年で店舗数が4倍、生鮮品だと MT 率っていうのは、ね、はい、まだ 10% 切っちゃってるんですけど、全体で見ると 20% ぐらいに上がってきて、ちょっと細かい統計覚えてないんですけど、まあ、伸びてはいくでしょうね。昔他の国と比較してその、まあ、その国の経済発展度合いと小売りのがどのくらい MT 化されてるのかっていうのをプロットしたことがあるんですけど、はい、今のベトナムと同じ状態だった時の中国 MT 化率は 50% だったんです。スーパー伸びてきてますと MT 化進んでるんですけど、同じ経済発展度合いだった何年か前の他国と比較してもまだ低い、はい、低いんですよね。なんで低いんですかね。1区でもですね、ど真ん中にも商店街って残るんですよ。あ、なるほど。サンワータワーの裏通りは、ね、実は僕は結構使うんですよ。なぜかっていうとですね、スーパー行くとね、野菜なんか買ってもパックじゃないね、はい、残っちゃうんですよ。でも市場行くと欲しい分だけを取るんですよ。はいはい、すごい自分のニーズに合うので使いますね。値段はスーパーと街中の市場どっちが安いんですか。一
市場の方がまだ安いじゃないですか。なるほどなるほど、うん、市場がなんか必ずしも低品質なものがあるってわけじゃなくて高品質なものが市場の方がある場合もあるんですよ。 ありますよね、はい、ありますよ。あとどういう小売りの形態になっていくかっていうのもありますよね。コンビニが増えそうで増えないですよね。僕はたまにコンビニに 1,2 時間いてお客さんを眺めることがあるんですけど、ジュースとスナック買ってるだけなんで客単価だと低いんですよ。この客単価なのにイートインのコーナーに 2,3 時間いるんですよ。どうなんですかね、これコンビニの経営側から見ると。業界で一般的には損益分岐店舗数っていうのが300店舗、多分それを今超えてるのはビングループぐらいだと思うんですけど、だからそこまでは皆さん体力勝負で出店をしたいと。でもそうなると次の悩みの種っていうのはやっぱり立地、コンビニエントな立地を探さなきゃいけないんですけど、あまりないと、あってもめちゃくちゃ高いと。そうなると経営側としてはどういう判断になるかっていうと、どんどん田舎というかちょっとこう不便なところでも出店をしていこうと。なのでひょっとするとコンビニエントに本当になるまでに時間かかるんじゃないかっていうのと、あとは日本とかバンコクとか見ると駅前立地、地下鉄ができてその駅のところに必ずあるという形になっていくんですけど、残念ながらこのホーチミン地下鉄止まりますよね。最後の頼みの綱はその駅前立地という、そこも。ただまあこういうオフィスビルもそうだし、再開発まあスケールの大きいところだと流行ると思うんですね。ウィンシティ、キンアルファとかね、このあたりが近代的なモダントレードになるしかないんですよね。あとはまあそういう買い物難民がこれから続出している中で、まあ、e コマースがこの国の全体のリアルな小売りの4倍の速度で伸びてるっていうところなんで、モダントレード、市場、e コマース、まあ、ここがどうなっていくのか。あの買い物してくれるサービスもできてきてますよね。はいはいはい、買い物代行ですね。買い物代行、それも面白いです。それは来ますね、確実に。リアルに店を構えて集客をして物を買ってもらうという、我々にとってはもう馴染みのあるそういった業態っていうのをこの国は一足飛びにスキップしてです、ね、まだ誰も経験したことがないマーケットですね。小売業界になっていくのかな。面白いですね。面白いですね、うん、面白いですね。ということで、お二人にベトナムのモダントレードの未来についてお話を伺いました。どこの国も経験したことがない新しい未来が待ってるかもしれません。お楽しみに。ね、お二人にお話聞いたところ、ちょっとコンビニがそのままたくさん増えるというのは考えづらいっていう結論でした。そうなんですね、意外でした、ね、意外でしょう。でもね、僕もね実感あってね、今年の初めくらいは、割とこのコンビニがどんどん増えて、で売り場も広がってみたいな。そうですね、去年セブンイレブン参入したばっかりです、ね、そうそうそう。で食品メーカーとかね、みんなね喜んでたんだけど、今年の終わり頃食品メーカーのいろんな人たちとお話しすると、はい、コンビニの伸びが止まったのでどうしようっていう会話をみんなしてますね。そうなんですね、うん、もう日本だともう絶対欠かせないというか、もう国の条件が違うからね。そうですね、うん、やっぱ市場は未だに強いというか、市場は市場でまたそれで確立していくみたいな感じの。でもね、市場が伸びるってことはないよね、もうね。なんか市場で買うってなるとどうしても結構量を買わなきゃいけないイメージがあって、はい、量り売りとかしてくれるんだけど、うん、あのいちいちなんかコミュニケーションめんどくさかったりするよね、うん、いや僕そんな冷たい人なわけじゃなくて、わかります。あのちょっとだけっていうのがなんかちょっと申し訳なさもまあこっちもありつつ、そういういちいちそのコミュニケーション取りながら買わないといけないっていうのがやっぱめんどくさいっていうのはあるんで、うん、そこを不要だって言って省くっていう動きはあるんですよね、うん、だから、なるほど。そのどういう形になるかはみんな手探り中ですけど、うん、絶対に新しい形の MTモダントレードが出てきますよね、うん、ビジネスチャンスがたくさんありますね、はい、面白い、いやこれ本当に面白い分野ですよ、うん、本当に面白い分野で、あとね1年2年でね、まあ、答えまでいかないけど絶対ヒント出てくるんで注目ですね。さて続いては GoPro と行くダブルウィッシュのベトナム住みますティップス。吉本興業の住みます芸人企画でベトナムにやってきたお笑い芸人ダブルウィッシュ、実際に住みながら学んだベトナム生活術を GoPro 小型カメラで追いかけました。今回はダブルウィッシュのお二人が路上のカフェに潜入してきました。どうぞご覧ください。ダブルウィッシュのベトナム住みますティップス、イエーイ。どうもベトナム住みます芸人ダブルウィッシュ俊介です。カズでーす、はい、僕らのこの動画はですね、ベトナム在住者の方の疑問に思ったことを解決するような動画となっております、はい、今回はこういった突然のスコールにどこ行けばいいのみたいな ね、まあ、そういう時はやっぱりもう路上カフェ
カフェ以外にも美味しいものあるんじゃないのっていうことですね。まあね、はい、皆さんはハイランドカフェとか、はい、スターバックスとかなんかこう有名店に行くと思うんです、はい、まあ、そこをねあえてもっとローカライズしてもらって、はい、路上のカフェとかに行っていただきたいなっていうのでちょっと僕らが行って感じてみたいと思います、はい、それではレッツラゴーレッツラゴーばっか。いや、路上カフェついてね、はいはい、裏メニューちょっと探してみましょうよ。あらみかね、だいたいカフェスダーだもんね。そう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 、確かに。じゃあ、お出しましょう。じゃあ、Go back to you home。 Back to you home。 Come ね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 。 基本的には、このスタイルにはコーヒーか、まあ、ミルクコーヒー、セブンアップとか、そういうのジュースとか、けどなぜか、フレッシュみかんはある。それは絞れるってことだよね。そう、それは絞れる。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん。砂糖は？あ、あ、チチイッ、イッ、だよね。砂糖をいっぱいやっぱ入れますから、あの、イッが少しって意味なんで、で、ブーンが砂糖なんで、これはやっぱ先に言わないとね。はい、いや、頑張んちや。まあ、日本よりなんかオレンジが強い。あ、うまっ。ちょうどいい。ちょうどいい。二丁拳銃さんのやつね。ベトナム来とるからって言ってバレんと思ったら大間違い。ねえ、パクってばっかり。フレッシュジュース美味しいわ。あの市販のやつより全然やっぱ美味しい。これでいくら？入ってる。100円です。安い。日本のみかんより、うん、ちょっと酸っぱみがある。そうベトナムのみかんはね、この酸っぱさと、うん、ベトナムのこの厚さと、うん、砂糖の量、うん、ちょうどええ。誰もいらっしゃるんじゃない。まあ今回はね、はい、この路上のカフェでは、うん、裏メニューみたいなのはこうフレッシュオレンジジュースがありましたけれども、はい、ここにこういうのあったよみたいな、はい、コメント書いてくださいよ。そしてチャンネル登録もお待ちしております。はい、はい、それでは皆さんさよなら。路上カフェは使いますか？結構僕よく行きますよ。てかなんかベトナムに住んでしまうともう割と日常ですよね。私もすごい使います。そうそう、ストリート感味わえるの楽しいですね、はい、ベトナムのローカル感体験してみてください、はい、他にもベトナム生活4年目のダブルビッシュに聞いてみたいことなどありましたらメッセージコメントにてお知らせください。コミュニティからのお知らせ。お得情報、お役立ち情報をお伝えします。ホーチミン日本商工会 JCCH よりホーチミン人民委員会との間でラウンドテーブルを実施しました。1998年に初めて開催され今回で17回目。駐在員の税務問題などを話し合いました。はい、続いても JCCH からのお知らせです。社会貢献委員会は12月23日、丹丹県にて4本目となる橋の開通式を行いました。クリスマスも近いということがあり、子どもたちに文房具や机のプレゼント、地域の方々と一緒に橋の開通を祝いました。MCB ではベトナムでテレビ番組を制作しており、週間20本ほど放送されています。ベトナム国内向けマーケティング関連のお仕事のご依頼は概要欄のメールアドレスまでご連絡ください。さて今週のベトナムニュースチャンネルは以上となります。いかがでしたでしょうか。来週の放送は新年1月5日土曜日の朝10時からです。ベトナムの野菜について特集いたします。チャンネル登録もよろしくお願いします。また一緒にベトナムを学んでいきましょう。良いお年を。